詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネルおはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。 このチャンネルは詩吟歴の長い長い私平平による詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力を分かりやすくお伝えしていくチャンネルですいつも通り監視や俳句和歌など一つご紹介して吟じていくというスタイルで進めていきたいと思います今日はですね、えー、休日の収録になりますのでいつもよりちょっと長めのやつをですねご紹介したいと思います 皆さんは行ったことありますかね、えー、熊本、まあ、長崎の方かな天草天草地方行ったことありますかね僕はまだないんですよ、えー、そこの風景を演じたとてもとても、まあ、あの最初のフレーズが耳に残りやすい素敵な漢詩です「来三葉作天草灘に博す」という漢詩ですねこれはもうあの、まあ、風景描写になります ただ、あの、すごくすごく語感がいいので、えー、まずぜひ聞いてみてください。ということで、早速読んでいきたいと思います。甘草灘に吐す。雷三陽雲か山か五か越か。水天彷彿聖一発。万里船を吐す。甘草の灘。 煙は放送に横たわりて火ようやくボッ別件数大魚の破綻に踊るを。大白船に当たって銘月に似たり。ではないようですねえまず最初にえざっくりと説明していきたいと思います。 雲か山か五か越かあの遠くに見えるものは果たして雲なのかな山なのかなはてまてはてはて <laughs> えか、ー、んの、まあ、中国の方ですね中国の五か越か、えー、そういう時代ですねえー、まあその頃の、まあ、歴史を鑑みてい、えー、っているわけです この細いい遠くに目をやっている状態です水天彷彿一髪、えー、この水平線の方ですねずっと遠くまで、えー、行くとですね「西一発」っていうのは「西一発」なんかちょっと違うんですね気合い入れるわけじゃないんですよ、えー、青い髪が青い一本の紙というふうに書きますこういうふうに遠くまで目をやると大空と大海原とが はるかに遠くでもう接しているんですね、接していて、そこのくっついているところが一筋の青い髪、髪の毛ですね、そのように見えていると、この雄大なですね果てしないこの天草の灘に、えー、船でですね止、えー、まると、船止まりをすると、もはや、ですねもうなんか、すごく。 いいんですよ <laughs>。船から出る、えー、煙がですね、えー、まあ寝っ転がった窓の方からあ見えてくると。そして、えー、その窓からですね、太陽が次第に沈んでいく様子が見えてくる。この雄大なですね、この夕焼けの景色、夕景色を眺めているとですよ。えー、そうしたのんびりした時間の時に、突然ですね、えー、別ンス太陽の破綻に踊るを。 大きな魚がですね波の間にザプーンとジャンプして飛び立つ、えー、踊るのが一瞬見えたと、えー、その後にはですねそのザバーンとなった後には大白船に当たってめ月に似たり似たり <laughs> 大白というのは大白星、えー、つまりこれは金星のことですね。えー、金星の が金星がとても明るくまるで月のように輝いていてその明かりが船に当たっていたということですもうこの天草なだの雄大な景色もう中国が見えそうで見えないような景色ですねそしてのんびりと横たわっていると次第にもう日が沈んでいって夕日が綺麗だ魚が跳ねたなああもう金星もとても明るく輝いている もうすすごくいいですね <laughs> こ,ういうこういうのんびりした休日を過ごしたい <laughs> 僕のちょっとした欲望が出てしまいましたけれどもいいですね。えー、これは来三位を 弁声しく,しく夜川を渡る、えー。この有名なフレーズを作った方ですけれども、この方が39歳に、えー、一人でですね、えー、旅をした時に、九州を旅をした時に作られた詩,で詩だそうです。詩の形態はですね、あのー、 結構中途半端なんですね。七言ゼックでもないし、七言律志でもないし、えー、その中間ぐらいの長さ、七言古志、古い石と書いて七言古志という形態に類されるそうです。ということで、まあちょっと吟じていく際にはですね、 初心者には若干難しいかな。えー、中級者向けということにさせていただきます。やはりポイントとなるのは、最初ですね。雲か山か五か越か。えー、このフレーズがすごく言っていて心地よい。気持ちいいですね。これを、ただの、 まあ、全く同じリズムでやると、もうつまらないし、間延びしてしまうし、聞いてる人がもう離脱してしまうんですね。そうならないように、飽きさせないように、えー、ちょっとずつ変えながらやってみるのがいいのかなと思います。では、えー、ちょっと今日、花が詰まりにいいかもしれないですけれども、やってみたいと思います。天草灘に白す。雷三陽 雲か山か五かいつか,か水天宝仏 さのなだ煙は放送に横たわりてようやく すべっけんせ大魚の墓。 大白船に当たって目いつき」。 高いですね。<laughs> いかがでしたでしょうか、えー、この最初のフレーズにつられて、だいぶキーを高くしてしまいました。本数高かったな、今のは。通常よりキーが2つぐらい、うん、6本、5本か6本ぐらいかな、ちょっとやりすぎましたね。<laughs> これは天空が出ないぞってちょっと思ったんですけれども、なんとか禁じられてよかったです。 やはりですね、えー、もうこの最初でいい最初やれればもう満足ですね雲か山か五か越か,5かいやーこんな風に風景を気持ちよく切り取ってくれたならもういろんなところで詩を作ってほしいですね、うん、<laughs> というふうに勝手にいろんなことを思いましたということで今回は七言古詩えー 有名な天草ですね。天草灘に博す雷山陽による詩を紹介させて、吟じさせていただきました。楽しんでいただけましたかね。ということで今日はこれで終わりたいと思います。詩吟の魅力を発する詩吟チャンネル。どうもありがとうございました。バイバイ。